本日のトピックスなんですけども、日経平均4日続落と、で、下落幅は1500円、ね、4ヶ月半ぶりに2万2000円割れという、そういう株式市場ですね。こちら5日チャート、このようになっております。2020年2月27日の終値で2万1948円ということで、2万2000円を割れて終了したということですね。1年チャート、こんな感じになっています。で、日経平均株価の寄与度ランキングですね。もう上昇に寄与した銘柄はたったの6銘柄しかないと。で、マイナスのところで言うと、ファーストリテイリング、ソフトバンク、ファナック、東京エレクトロンですね。メジャーどころが大きく下げているという状況ですね。で、ツイッターの方でもつぶやいたんですけど、日清日経225インデックスファンドをね、本日売却しました。約1年間保有してたんですけれども、売却した理由としては、信託報酬が若干高いというのと、GDP 大幅下落、S&P500 の方がいいという理由ですね。投資信託における信託報酬って結構重要なので、もうシンプルにこれが安い方がいいなっていうところで、S&P500 の方に乗り換えようかなと思ってます。次はもっと本質的な話で、日本やばいなって思うところなんですけど、2019年10、12月期の実質 GDP マイナス 6.3% という、結構ニュースになってたので知ってる人多いと思うんですけど、で、さらに今皆さんご存知の通り、ウイルス流行してて、今どんどんイベントとか中止になってますけど、そうなると今後発表される2020年の1、3月期に関しても、もう GDP が悪いっていうのはもう容易に想像できるということですね。2019年の GDP マイナス 6.3% の理由っていうところはもう明確で、消費税が 2% 上がったことが原因です。 2% 消費税が上がったってだけで、ここまでね、消費のマインドが落ち込むっていうのがちょっと、やばいなと思ってますね。で、これ過去の消費増税と GDP のデータなんですけれど、これを見ていただければもうわかるんですけど、 8% から 10% の時のGDP の下げ方が半端じゃないんですよね。これは何を意味しているかというと、もうどんどん国民が貧乏になってきているっていう、お金を使わなくなってきているっていうことなんですよね。 GDP における個人消費の割合っていうのが6割を占めるんですけど、まあ、そこが影響しているというところですね。日本人の給料っていうのは世界的に見ると全然上がってないんですね。で、他の海外なんか見るとどんどん給料上がってるんですけど、日本だけは全然上がってない、給料横ばいなんですけど、こういうふうに消費増税によって物の物価はどんどん上昇しているという、そういう状況なので、まあ必然的に皆さんもお金を使わなくなってきているということですね。ということを考えると、ちょっと日本経済そもそもどうなのかっていうところで、アメリカの S&P500 の方がいいなっていうふうに個人的には思ってます。はい、ということで結論なんですけれども、指数ならアメリカ、日本株なら好業績のみということですね。もうバブル期とかだったら国全体が成長しているので、とりあえず適当に株買っといてもね、儲かるんですけど、もうこれからは企業業績もどんどん二極化すると。もういい企業はいいし、悪いところは悪いと。なので、買ってもいい株と買ってはいけない株っていうのはね、これからどんどん出てくる。なので、皆さんとしても業績を見る力っていうのはね、非常に必要になってくるかなと思ってます。もちろん日本株にこだわらずに、もうこれからはアメリカ株とかでも全然問題ないかなというふうに思いますね。なので、しっかり情報、とにかく情報を集めるってことですね。金融のリテラシーを高めていくということがこれからは必要なんじゃないかなというふうに思いますので、このチャンネルではそういう情報をどんどん発信していこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。